富国生命はおかげさまで100周年。こんにちは。こんにちは。ほら入って。お邪魔します。おいしそう。おいしそう。お祝いの日はみんなで料理を持ち寄る。今日も家族の輪にあの人がいる。こんにちは。こんにちは。こんにちは。もうすぐですね。緊張してて。僕の方が。しっかり。すっごい動いてる。もうすっかりママの顔だね。僕も早くパパの顔にならないと。また動いてる。ママの顔になってきたね。あの人は勇気をくれる天才。世代を超えてつながっていく。人と人の間に富国生命。出しておんで、もしやってもやあの世代を超えてつながっていくって言いながらちょっとこう下ろしてもらうみたいなのちょっと何回かやって、なんか気分っていうかその時の感情感を決めてもらって、それで奥もやるみたいな。世代を超えてつながる。はい、カット。はい、そう。めっちゃいい感じです。似合い方見る。世代を超えてつながる。はい、はいはいはい、ありがとうございます。スタート。はい、カット。はいはいはい、ありがとうございます。おう、いいじゃん。なんかさっきより中間っぽくて。そうですね、中間にしました。いいですよね、はい、ありがとうございます。はい、OK です。ありがとうございます。終了です。ありがとうございます。ありがとうございました。以上をしまして、本編の撮影以上になります。お疲れ様です。ありがとうございます。100周年を迎える富国生命の新 CM に出演させていただくことになりました斉藤匠です。私は今回、ザ・ミューチュアルアンバサダーとしてお客様に寄り添う、アドバイザーの皆様の心温まる一コマを見守り伝える役を務めさせていただきました。ぜひご注目ください。そうですね、今回の100周年の CM は僕がファインダーを通じて、ご家族に寄り添うアドバイザーの方たちを除く、見つめる見守るという形だったんですが、5年近い富国生命さんと自分のこう歴史があるからこそ、この見守るという立場からアドバイザーの方とご家族のこう寄り添いザ・ミューチュアルというものを見つめれたのかなと思いますね、はい、はい。アニバーサリーイヤー様々あるんですが、2018年に富国生命さんとご縁をいただいたんですが、その時ちょうど、初めて長編映画を監督してそれが公開となった年が2018年で、その映画を、富国生命の方が見てくださったことが、僕が
ザ・ミューチュアルアンバサダーになるきっかけだったりするので、いろんなものが動いたのが2018年だったなと振り返ると思います。そうですね、沖縄の離島に住む、今9歳のおばあを撮らせてもらったことがあって、ヒレコおばあという。でやはりそれまでタレントさん、俳優さん、監督さん、さまざまな人を撮らせてもらってたんですけど、やはりその100年に近い歴史が刻まれたそのおばあのシワの一つ一つが本当に美しくて、また僕はモノクロで撮らせてもらっているので、そのコントラストがもう非常にこう歴史を感じ、美しいショットが撮れましたね。はい、偶然その人口が、まあ、島の島民がもう本当に200人ぐらいの島だったので、誰しもがたどり着くような方ではあるんですけど、非常にそうですね、20代の頃の記憶が鮮明で、昔見た映画の話なんかをもう昨日見たかのような思いで語ってくださるおばあなので、行くたびにそうですね、なんか元気をもらってますね。ちょうど間もなく、まあ、この映像が出てる頃にはもう公開になってるんですけど、この2018年から、まあ、映画を作り続けていて、長編映画を、今も作っているんですけれど、まあ、その間、映画作りだけじゃなくてシネマバードという移動映画館をずっとやらせていただいていて、まあ、被災地を中心にここ数年は、まあ、医療従事者の方とその家族だったり、インフラにまつわる航空会社の方たちに、まあ、エンターテインメントを届けたいというプロジェクトを しているんですが、でその僕の、まあ、ライフワークに対して富国生命さんがずっと寄り添ってそのプロジェクトを支えてくださってるんですね。でこれは僕の俳優としての活動というか、もう人間としての活動なので、そこに富国生命さんが、これだけ長い期間寄り添い続けてくださっているということが、僕も、次への開催、より多くの子どもたちにエンターテインメントを届けるっていう、こうなんていうんですかね、意味というか思いがすごく、その富国生命さんが寄り添ってくださっているおかげで、毎回強くなっていくのを感じますね。老後前倒し、いろんなやりたいことをですね、後回しにしすぎると、なかなかこう、まあ、やりたいと思った時が一番そのやるべき時なんじゃないかなと、僕はトライエラーを繰り返してきて思いました。で特に40代になりまして、もう40代ぐらいから老後なんじゃないかっていう設定で生きていきたいなと思っております。いざその年齢になって、まあ老後と言われる、まあ、個人差あると思うんですけど、年齢になる前から 前倒して老後を送りたいなと心がけております。そしたら多分もし100歳まで生きれたら、とても充実した、振り返りができる100歳を迎えられる気がします。でも100歳になってじゃないですけど、その移動映画館はずっと続けたいなと思ってますね。昔紙芝居のおじさんが学校とかに来た感じで、体育館とかに来てくれたような、本当に規模は大きくなくていいと思うんですけど、映画がまだその時代あれば、まあ映画じゃなくてもいいんですけど、なんかエンターテインメントを持ってくるおじいちゃんになりたいなと思ってます。